エアスピード AS39 フリートシャドワーエアスピード AS39 フリートシャドワーエアスピード AS39 フリートシャドワーはイギリスの試作長距離偵察機であるフリートシャドワー機構想の将来はある程度約束されたものであったが試作機の行方は間もなく戦時の空中レーダーの開発にとって変わられたイギリス海軍は夜間に 敵艦隊を追跡できる能力を持つ航空機の必要性を考え、これが航空母艦の飛行艦板上から運用可能な低速度、低騒音、大航続距離を求める要求 COS23-37 となった。この特殊な航空機は高度1500フィートを38ノットの速度で最低でも6時間飛行できる性能を有するものとされた。パーシバル。 ショートブラザーズ、フェアリーアビエーション、ゼネラルエアクラフトとエアスピードの5社がこれに興味を示した。ゼネラルエアクラフト社は全般的に AS39 と非常によく似た設計のギャル38を提案した。ゼネラルエアクラフト社とエアスピード社の両社は核認機の試作機を製作するように指名され、1938年8月10日に、 エアスピード社は契約を獲得した。AS39 は木製の主翼と尾翼、モノコック構造の全金属製胴体を持つ支柱で支えられたハンペラ持ち式の高翼単容器、膠着装置は固定脚の輪式であった。搭乗員はパイロット、観測員、通信士の3名で、観測員は3方が透明窓の機種に パイロット席は通信室席の斜め上にという特徴的な上員配置をとっていた。出力 130HP という小型のポブジョイナイアガラボルト7機動性型エンジンを4機主翼に備え、航空母艦で使用する場合にこの主翼は格納時には折りたたむことができた。2機の試作機の製作が開始されたが完成したのは1機のみで、 ナイアガラ V エンジンの振動問題のために初飛行は1940年10月17日まで遅れた。試作機は安定性に関する問題を抱えた上に、低出力エンジンのために失速特性が悪かった。エアスピードシャワーエンジンを、アームストロングホイットワースチータクシー製型エンジン2機への乾燥と後方向け従座の追加の要求に応じるように求められたが、 予備的な提案がなされただけで1941年2月17日に英海軍が AS-39 と共にフリートシャドワー計画を破棄した時には試作2号機は未完成であり、同社は試作機を2機とも廃棄処分にするよう求められた。数ヶ月前に完成して飛行を行っていたギャル。 38もキャンセルされ、1942年3月に廃棄処分とされた。この種の機体への要求は、リベレーター I のような長距離消火機に搭載された、レーダーの導入により捨てれていった。ナッシング・ベンチャード・エスピード・ AS、三39ナイトシャドア。ありがとうございます。